18世紀の基本画に描かれたイメージリバニオスはギリシア人のソフィスト学校の修辞学教師である。後期ローマ帝国におけるキリスト教の覇権が勃興する時代、彼はヘレニズム時代の宗教を維持し続けた。リバニオスはアンティオキアでかつては影響力があり、現在は没落しつつある高い文化的地位を持つ家系の出身だった。14年間に修辞学を学び、 その間公共生活から逃れ、哲学に集中した。ラテン文学には疎く、東方におけるラテン語の流行を嘆いていた。リバニオスは彼の修士力を講師にわたる多様な事案を推進することに用いた。彼は地域の上層階層によって支持され支配されていた伝統的都市的文化において増大する帝国の圧力に挑戦したのである。彼はアテネで 司教師として学んだ。彼は一時ニコメディアへ追放されたが、コンスタンティノープルに戻り354年まで、そこで教えた。追放前、リバニオスは皇帝、ユリアヌスの友人であり、彼との所管が現存しており、彼らの記憶では、彼は一連の演説を書いた。その演説は362年から365年のものである。五十四年に彼は、 生誕地であるアンティオキアの修辞学教師となり死去するまでそこで暮らした。彼の弟子たちにはキリスト教徒と異教徒がいた。リバニオスの残されている著作は1600以上の手紙と64の演説があり、4世紀後半の変化する世界の歴史資料として価値がある。彼の演説、アリステーデスへの返答踊り子に代わっては、 ローマ人のコンサートダンスの最も重要な記録の一つであり、特にそのパントマイムとして知られる形式は非常に人気があった。彼の最初のオラチオン・アイは自伝的な語りであり、はじめは374年に書かれ、彼の生涯を通じて改訂され、学者の記録は亡命中の私生活日誌となっている。リバニオスはキリスト教徒ではなかったが、彼の生徒には、 ヨハネスクリュソストモスやモプスエスティアのテオドロスのような著名なキリスト教徒を含んでいた。復古主義者の皇帝ユリアノスとの友情に代わってキリスト教皇帝テオドシウス一世に寄り道長官の肩書きを与えられてた。ありがとうございます。